してやるよ。本当に集中した戦いが続いています。ここもスルリとかわしていったのは中島。さあそして中央シュート打っていったゴールキーパー、よく止めました服部瑞希。片岡君がよく打ってきますね、準決勝からね。全日本 U12 サッカー選手権大会、さあこれはゴールキーパー、おっと最後は3番の小野口でしょうか。いや本当田畑監督の狙い通りね、サイドからの突破で逆サイドのまた小野口が入ってくるっていう ね、 そうですね、狙い通りでしたけどもね。ここも、さあこのボールもおっとキーパーよく触りましたね。よく触りました。川口大成です。そしてクリア、早い早い、おっとここはキーパーが、おお、ちょっと痛いかな。そうですね、キーパーの蹴ったボールが当たったでしょうか。片岡です。こちら少し痛そうな様子を見せていますが、自ら立ち上がりました。会場からは拍手が送られます。あ、顔に期待に4年ぶりの決勝進出というのを目指しています。パス、ドリブル、多彩な攻撃サッカーが魅力のこの横浜 F マリノス、ここまでこの試合の中でもそのサイド攻撃に見られています。さあ、このサイドからシュート打っていった。さあ、時間は延長後半の5分。ここで試合終了。ジェフリー。やったぞ。いや、北澤さん、1点が勝敗を分けました。決めないこと、決定力っていうものもありますけど、やっぱりチームのこう一体感というかね、なんかこのシーズンだったからこそその絆がなんかそのゴールを生んだような感じもしますけどもね。そうですね、はい、本当に最後の最後まで横浜もチャンスを作りよく守りました。この横浜の選手たちに一言いただけますか。そうですね、非常にこうどの選手も力があっていいチームでありましたけども、どうしても最後の決定力という部分が出せるか出せないかでやっぱり決勝までたどり着けるかどうかですからね。これから先また日本のサッカー界のために頑張ってもらいたいと思いますけどもね。